皆さんこんにちは佐藤大輔です佐藤のラジオ第122回よろしくお願いしますはい今回はサッカー関連の話なんですけれどもグランパスの話ではなく、えー、と今日、えー、と日刊スポーツまあ他で報じられていたんですけれども日刊スポーツ11月14日付け 18時10分廃止の記事なんですけれども、えっ、ー、と、監督、1年間の S 級ライセンス停止という決定がなされたと。まあ、記事によると、日本サッカー協会が14日、理事会において、超記事監督の S 級コーチライセンスを1年間停止することを決定したとのこと。で、期間は、J リーグが超監督に対しての裁定を発表した今年の 10月4日から来年の10月3日までということですね。で、今、えっ、ー、と、喋ってるのが、えっ、ー、と、14日の20時半くらいなんですけれども、現在で、日本サッカー協会のホームページには、まだ、プレスリリースとかは上がってないんですけれども、まあ、日刊スポーツ以外の,あの媒体でも、もう決定として、 報じられているので、まあおそらく決定はされているんでしょうと。で、超記事監督の、あのー、問題というか、件に関しては、この動画でも何回か話してきて、で、その中の第112回の動画でもう少し触れたんですけれども、その J リーグにおける懲罰問題においては、日本サッカー協会の懲罰規定、これ多分第3条だと思うんですけれども、において、 競技および競技会に関するもの以外の行為については J リーグが J リーグの規約に定めるところにより懲罰を課すと定められているちょっとややこしいんですけどこの競技競技会に関するものっていうのは試合中のイエローカードだったりレッドカードだったりっていう話なので要は試合だったりその大会の運営に関するもの以外の行為に関してはその J リーグに関する 対象者が、えーとまあ、選手だったり、J リーグの選手だったり、J リーグの監督などが処分対象の場合には、日本サッカー協会が処分を下すのではなくて、J リーグが調査・処分の権限を独占的に持っているというのが、えー、と日本サッカー協会の懲罰規定で定められているということですね。でなので 今回の件に関しても J リーグが調査を行い報告書を作成公表を行いで5試合の出場資格停止という処分を下したということがこれまでの経緯でしたただそう考えると今回の日本サッカー協会の決定っていうのはその懲罰規定との関係が問題になるんだとは思います 実際そこどうなってるんだろうなっていうのはあの気にはなるところなんですけれどもじゃあそれが表面化するかっていうとおそらくそれはないと思いますなぜかというとこの懲罰規定というか二重で処分が下されてるんじゃないかあの懲罰規定に反してるんじゃないのかっていうことを言えるのは処分対象者の張記寿監督だけだと思うので そう考えるとおそらく張監督は今回の日本サッカー協会の決定にはおそらくですけれども従うと思うんですね。張監督はここで日本サッカー協会と事とを構えるってことはおそらくしないと思うので現実問題としてはこの日本サッカー協会の今回の決定が懲罰規定3条とどう関係というかどうクリアしているのかっていう問題は 表面化はしないいんだと思いますただ問題自体は、えー、と潜在的には問題のある決定なんじゃないのかなと私は思っています。まあそこをサッカー協会がどう発表するのかあの整合性についてねっていうのは気になるところですけれども。で日本、えー、とすいません日刊スポーツの記事によると日本サッカー協会の須原専務理事のコメントとして 趙監督に再び現場に戻ってもらうために今回の決定を行ったというような趣旨のコメントが出ているで趙監督も協会と争うということではなくコミュニケーションを取りながら今後の話をしていくのかなと思いますただ繰り返しになりますがやっぱり懲罰規定協会の懲罰規定であの J に関する懲罰はリーグ側が下すと明確に定められている いてかつ今回はもう J リーグが処分を貸しているにもかかわらず1年間の資格停止処分が行われたっていうことに関してはその規定との整合性規定と今回の決定との整合性っていうのについては協会は何かコメントを出してほしいなっていうふうには思います。そそその日本サッカー協会やっぱりそもそも かなり大きな組織だと思いますしあの規模だけではなくて公益財団法人として税制上の優遇も受けていると思うのでやっぱりその何て言うんですね個人的な人的関係があるとか将来のある人だからとかそういうあの配慮はもちろんわかるんですけれどもだからといって定められた規定にあの反するような運営がなされていいっていうことにはおよそならないので。 うん、あのこういうことはそのしっかりとはっきりとさせておかなければいけないんじゃないのかなっていうふうに思いますでやっぱり規定がある以上はそれに従ってどのような事案も公平公正に適用してい,いかなければどこかで歪みが生じてしまうとその今回の件まあその結論として私超記寿監督のライセンス S q ライセンスが1年間資格停止になるっていうこと自体 それ自体には異論はないんですけれども、やっぱりそのプロセスというか、規定との関係とかをクリアにしないと、あのー、こういうことが常態化していく、これで、なんていうんですかね、ナーナで過ぎていってしまうような運営がなされていると、ちょっと今後大きな問題になりかねない。ちょっとその、教会運営のそのガバナンス、今流行りですけれども、統治ですよね。組織統治っていうところが、 ちょっと日本サッカー協会、もう少ししっかりしないとっていうふうには思います。で、その確かにね、今回のようなケースっていうのは想定されてこなかったのかもしれないです。あの、ただ、選手、スタッフと監督の関係性の問題、ハラスメントのような問題っていうのは、今後も出てきてもおかしくないと思います。特にこういうご時世もありますから。で、 あの告発っていうのがかなり簡単にできるあの個人でも発信力のあのいろいろ発信できますしあのまた週刊誌に持ってけば格好のネタになるでしょうしっていうことはあると思うのでやっぱりこういう問題が起きた場合の対処方法について J リーグも日本サッカー協会も今回の件をあの反省材料として検討しておかなければいけないのかなっていうふうに思います。 で、まあ、少し前置き的というか手続き的な話が長くなってしまったんですけど繰り返しになりますけど私はやっぱり結論として1年間の資格停止っていうのはやむを得ないというか妥当なんじゃないのかなというふうには思っています。その指導者のライセンスを管理するサッカー協会としてあの長監督のライセンスをこのまま 有効なままにしておくわけにはいかないいいっていうののは、それはそそれ通りだと思います。やっぱり指導中ライセンスを使っての指導中にハラスメント行為があったにもかかわらずその資格の効力に何ら影響を与えないっていうふうになってしまうと資格ライセンス制度っていうものそのものの信頼が揺らいでしまうと思うのでここはしっかりとけじめをつける必要があったんだと思います。 であの1年間の資格停止中にはあの教会が指定する研修や社会奉仕活動に長監督は従事するという予定になっているようでこの要は資格停止期間も教会はまあ長監督をフォローアップするということのようですのでまあ長監督はこの期間をね有効に使って自身のその問題点だったりっていうことと向き合ってね、あのー また現場復帰できるように努めてほしいなっていうように思います。でここについてはやっぱり被害者のあることなんでねあの賛否あるところではあると思うんですけど私は繰り返し言ってますけれども官監督に、まあ、もう1回だけだと思うんですけれどももう1回だけあの指導をするというチャンスが与えられても良いのではないのかなっていうふうには思ってます。ももちろんのががその気があれればとということですけれども で、今回の日本サッカー協会の件を持って今回の問題は一応の区切り一区切りを迎えたのかなというふうには思っていますで私だけではなくてそのこの件の推移に興味を持っていた J リーグのファンの方も多かったと思いますで今回の件は第一報が、うん、週刊誌で報道が出たりそのリーグの 報告書が出て、処分が出るまで時間がかかったこともあって、その間にいろいろな意見が報じられたり、あのー、意見だったり、まあ、報道がされたり、あのー、で、片や長監督を擁護する内容が出てみたり、片や長監督を批判する内容が出てみたりということで、かなり情報が錯綜したり、あのー、混乱があったような件だったと思います。で この件でやっぱり J リーグだったり日本サッカー協会っていうのは反省すべき点、改善すべきしなければいけない点っていうのは多々あったのかなと思います。で、まず J リーグについてなんですけれどもリーグ側の対応としてその何よりも調査開始から報告書の公表処分の発表まで時間がかかりすぎたと思います。 確かに難しい事案で多くの人に聞き取りっていうことは必要だったとは思うんですけれども、これ約2ヶ月ほどかかっています。で、その期間、リーグ期間、リーグの真っ最中の2ヶ月間でしたし、その、うん、2ヶ月空くというのはやっぱりかなり問題になるんじゃないのかなというふうに思います。で、あのー、超監督は、あのー、 調査の期間中指導を自粛自粛するという形でチームを離れていたものの今後似た問題が起きた時に必ずしもすべての調査対象者の方が自粛するとは限らないと思うんですね。なので今後似たような問題が起きた場合に調査対象者がチームとどのように関わるのか関われなくするのか どのような基準であの関われるのか関われないようにするのかっていうルール作りは必ず必要だと思いますやっぱり調査期間中っていうのはあくまでも調査期間中なのでやっぱりその疑わしきは罰せずじゃないですけれどもまだ何が起きたか起きてないのかっていうのが未確定な状態だと思いますだから強制的に現場から外すっていうことをするのか うんするとしたらかなり厳格なルールが必要なのかなと思いますただまあ実際問題としてこういう問題が明らかになった時に普段と同じように現場に顔を出せるのかっていうのはそうではないような気がしますけれどもそのチームだったり監督だったりの,その自主判断に任せるっていうのはよくないような気がしますなのでそのあたりのルール作りっていうのは必ず必要なのかなというふうに思います で、その2ヶ月もの調査期間を経て J リーグが下した処分内容というのが5試合の出場資格停止というものでかつその5試合の出場資格停止というのは自粛していた期間も当てるという内容だったのでで実際張監督が自粛していた試合は5試合だったのでそのちょうど ぴったり合ううというかなので張監督はその J リーグの処分が下ったと同時に次の試合から、えー、と指揮を取れるというような内容になっていましたでこれ今から思うとやっぱり J リーグのこの処分軽すぎる軽すぎたと思いますで当時の J リーグの空気感としては 超監督のシーズン中の復帰を後押しするというか、肯定しているように感じました。でそもそも処分を5試合の出場資格停止としたのはこれ要は偶然自粛期間とあったのではなくてあえて自粛期間に合わせたと考える方が自然でその先ほど言ったその自粛期間の扱いの難しさ問題っていうのを 曖昧ににするために、えー、と処分をご試合として、かつそれを自粛期間に当て込んでしまう。そうするとその自粛が実質的な処分だっていうようなことにして自粛期間の扱いについて考えなくてよくなるのでっていうような意図が見えすぎていたと思いますで報告書の内容っていうのはかなり衝撃的でやっぱり悪質性 高いなと思いましたあの被害者の方かなりあの苦しんだんじゃないのかなっていう風に読めましたそうだとするとやっぱりリーグとしてはもっと重い厳しい処分を出すべきだったと思いますでなんて言うんですかねちょっと私の言ってること矛盾するかもしれない私もやっぱり張監督の復帰っていうのは肯定的に考えてるんですけれどもただやっぱりそれをリーグが出すリーグが後押しするっていうのはやっぱりそれは違うと思っていて そのリーグっていうのはあくまでも公平に見なければいけないっていうところでかつやっぱり被害者がいることで報告書の内容はかなり深刻だったっていうのにもかかわらずあの処分っていうのはやっぱりその超監督側側指導者にに立っった内容てていいう,ふうに思われても仕方がないあとはやっぱりその責任逃れというかねリーグ側の責任逃れっていうのがちょっと感じられた。 っっていいうとところだったと思いますその超監督を早期に復帰させたいっていう意図だったりそのこの件を何て言うんですかねナーナーでというか終わらせたいというのが見えすぎだったと思います J リーグはもっと踏み込んだ判断をすべきだったそれぐらいの事案だったんじゃないのかなっていうふうに思いますなのでやっぱりリーグとしてはそもそもこういうことが起きた場合になるべく早く 調査を行い、報告書を上げ、どのような処分を科すのか、で、その調査中の調査対象者の振る舞いというかね、チームとの関わりっていうことだったりっていうのに関して、ルールをある程度定めておかなければいけないと思います。今後似たようなことが起きた、まあ起きてはいけないんですけれども、今後似たようなことが あった場合に、もっとスムーズにもっと公平にあの処分まで至るようにするプロセスを作っておかなければいけないのかなっていうふうに思います。で次は日本サッカー協会の対応についてなんですけれどもこれは先ほどもう少し話したんですけれども日本サッカー協会としては張監督の SQ ライセンスを1年間停止するという決定を下したと私はこの決定自体は妥当だと思います。 でただまあこれも繰り返しになるんですけどやっぱりリーグと協会の役割分担については検討しておく必要があると思います。であとやっぱりリーグ協会の決定協会ですねすいません協会の決定がこの時期、あのー、になった J リーグが処分を発表した1ヶ月今日1ヶ月 立った後になったっていうのも問題だと思います。もっと早く出すべきだったと思います。そのリーグの処分の後、張監督が辞任したので、その問題は表面化しなかったんですけれども、先ほどのリーグの処分だけで言うと、張監督はすぐにでも指導を再開できる状況にあったわけです。で、仮に張監督が、 今回、現場復帰10月4日から現場復帰してた場合にあの J 日本サッカー協会が今回みたいな対応を取るとどういうことが起きるかっていうとその10月4日から今日まで長監督は指導してることになると思うんですけれども資格停止処分の期間が10月4日に遡って適用するっていうことになってるので10月4日から今日まで 長監督は仮に現場で指導してた場合、その1ヶ月今日の間、S 級ライセンス、資格停止が遡ってされた状態で、長監督は指導、指揮してたっていうことになると思います。なので、その間のリーグ戦の扱いとか、長監督の資格っていうのが、どういう扱いになるのかっていうのは、本来非常に問題になる。で、それは、リーグの 処分と教会の決定がずれてるまあその役割分担としてリーグが処分を下すそれを見て J リーグが決定を出したっていうことなのでラグが生じるのは仕方がないのかもしれないですけれどもやっぱりここの問題っていうのはあのまあ今回は張監督が辞任したためあの問題は表面化してないですけれどもやっぱり内在している問題としては あるとあのでこれは大きな問題だと思います役割分担もそうですしだったらもう協会と J が一緒にリーグが一緒になってその調査する処分も同時に発表するっていうようなことにしなければやっぱりこういう問題っていうのは今後も残ってしまうっていうことだと思います。なのでその日本サッカー協会と J リーグの,その処罰の役割分担 ということに関してはやっぱりあの話を詰めるる必要があ,るあの役割分担するって規定ではなってるのに今回両方が処分を下すしかも時期も1ヶ月以上もずれてるっていうことになるバラバラになってるのでここはもう少し足並みを揃えるそ、まあ、規定を変更する必要もあると思いますし、あのー、実際の運用もリーグと協会ももっと話をしなければならないっていうふうには思います。 で要は結局 J リーグも日本サッカー協会も超監督の自粛だったり監督辞任っていう状況を利用して穏便にこの件を済ませようという意図が見えすいているとで確かにね超監督日本サッカー界にとって貴重な人材だと思うんですね私はだからこそもう一回チャンスがまあその貴重な人材とかこれまでの功績があるから もう一回っていうよりはやっぱり一回のミスでね全てを失うっていうことほどのこととまでは言えないんじゃないのかなっていうのがあるので私はもう一回だけチャンスがっていうふうには思うんですけれどもけれどもこれは何て言うんですかね 1G J リーグファンの感想であってやっぱり今回の件被害者も多数いて甚大な件だと思うので J リーグだったり日本サッカー協会も 同じようにも花から超監督をフォローするんだ。支えるんだっていう方向で動いてはいけないと思うんですよね。あのそこは立場が違う。やっぱりリーグ協会っていうのは公平に。まずは被害者どちらかといえば、まずは被害者に寄り添ってっていう形じゃないと、それがやっぱり不信感を招いてしまいますし、あの何て言うんですかね。身内に甘い身内でないないでやってるのかっていう話になってしまうので。その。 私個人としてはやっぱり超監督現場復帰っていうのは、あの、して叱るべきだと思うんですけれども、リーグと協会はそういうような目線で今回の問題に当たってはいけなかったと思います。で、結論として1年間の資格停止処分っていうのは私は本当な処分だと思うんですけれども、やっぱりそれに至る、 プロセスだったり手続きっていうのがやっぱりどうしても超監督をかばう方向で行われてたんじゃないのかな自分たちの責任あのリーグ側も日本サッカー協会も自分たちの責任が問われにくいような形で行われていたのかな問題を曖昧にするような解決の仕方だったのかなっていうような何て言うんですかねあの後味の悪さっていうのは残ってます で、やっぱり J リーグも日本サッカー協会も今回の件から反省すべき点だったり改善すべき点っていうのは多々あったと思います。でね、まさかこの件がオンビニ住んでよかったとかいうふうに思っては、思ってるのであれば、それは大きな間違いだと思います。まあ、そんなこと思ってないとは思うんですけれどもね。で、同じような事案起きてほしくないんですけれども、万が一起きてしまった時には、もっとスピード感を持って、 公平感、感納得感のあるる処分、プロセスが取られるようにししてほしいですね。やっぱりその現場選手チームが割を食うっていうことはなってはいけないですしやっぱり被害者保護被害者のあの何、ー、て言うんですかねあのー、気持ちだったりあのー、名誉だったりっていうことを回復っていうところが一番になきゃいけないあのー、今回もねちょっとその告発者が どうだだったんだとか、どうしてこういう告発の仕方だったんだとかその被害者被害を訴えた人へちょっとあの批判まではいかないかもしれないですけどそういう目が向きかけた時期もあったと思うんでねそういうことがあってはならないそういうことがないようにするための制度づくりあのっていうのを J リーグだったり協会も考えなければいけないなるべくそういう意見がその 直接リーグにすぐ入るように、で、リーグもすぐに対応するように、安心してそういう声が上がるようにっていう制度作りをしなきゃいけないと思います。うん、で、やっぱり今回の件で一番うーん考えられるべきは被害者の方だと思います。被害者の方があの今回の処分を受けて納得感が得られたり、少しでも気持ちが晴れるっていうのが一番だと思います。で、 その後、その後になるんですけれども張監督はあの資格停止期間にしっかりと自身の問題点と向き合ってね今後もしもう一度指導者として復帰する機会が与えられたのであればやっぱりもう二度とあの同じようなことを起こしてはいけないでしょうしよりあの指導者としてねあの成長したあの姿っていうのを見せてもらえれば いいいいかなっていう,ふうに思いますはい、今回は張記事監督に対する、えー、と日本サッカー協会の決定、1年間の SQ ライセンス停止という決定がなされたという報道について話してきました。はい、そんなところで佐藤のラジオ第122回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後ままでごご視聴いいたただきありがとうございました それでは失礼いたします。